福島第一原発からの処理水の海洋放出をめぐる問題です。県は風評被害を受けた水産業者らを対象に損害賠償の請求に関する説明会を今日から始めました。説明会は県が主催し、東京電力の担当者が出席しました。初回の今日は青葉区で開かれ、水産卸売会社などが参加しました。説明会では、はじめに東京電力の担当者が賠償請求の進め方や賠償金の算出方法について話しました。漁業や観光業など業種ごとに賠償請求書を用意し、来月20日に発送を始めるということです。また、全体の説明会の後には、希望者に対し、東京電力が個別の相談に応じました。これから長い期間にわたって処理水を排出するにあたって、今後何かあったときに、しっかり私どもが指導していける立場とか、皆様に対して発信していけるようにと思って参加させてもらいました。分かんない。難しいね。この説明会は来月22日までで、今後石巻、気仙沼、大河原、大崎で予定されています。